はあ、マイク入ってねえじゃん。ということでですね、ハワクライニュードーンやっていきたいと思いますよ。そちらの島をね、島っていう基地を解放しまして、今回はニューエデンに向かいたいと思います。ちょっと喋ってたのに。さて、どうなるか。久しぶりの更新でございますね。ちゃんと索敵しようね。ティンバックいないからね。こっち側は人いなさそう。上もいないし。あそこにあれがあるね。音鳴っちゃうやつあるね。ってことはだ。私はあいつに見つからないようにして。あそこグラップルできんだ。よし、ブーゲンビリア。さあ、あんまり中入っていくのは得策じゃないな。得策じゃないな。いや、誰もいねえな。意外だな。なんかガタガタ言ってんぞ。なんか言ってんぞだけど。ほう、意外と誰もいない。右に人の声。いねえな、誰も。索敵要員が。ああ、そこに一人。あと、ああ、この上にいますね、一人ね。そこに影が映ってる。つまりは？あ、やべ。どうしようかな。どこにあるんだろう。ああ、いや、見えないね、こっからじゃ。やっべ。いらんことした。そこにも一人いる。私はまだ見つかっていないようです。なんかオルオとペトラみたいな。やべ、見つかったな。おい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 、絶対ホレーションだろう。助けはもうやめないよ。あぶね、なんかスナイパーいる。おりゃ、おいし。おっとおっと、応援はもうやめない。おりゃ、よいしょ。こっちも上にいるじゃないの。あれ当たんねえや。よいしょよいしょ。あれ当たんない。よいしょ。あれ、なんか手応えなく終わってしまったわ。やべえ、こんなんでドヤ顔してちゃう。まあ、いっか。エタノール手に入るし。はぁ、エタノール美味しいです。エデンに騙されないようにな、キャプテン。よし。武器ちょっと作りたいなぁ、なんて。あれ、武器作るとこはもしやないのでは？あ、ある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 。しっかりな。水の支配権を取り戻したぞ。よいしょ。どこどこ？おー。あれ？武器、ああ、ここか。よいし。ふー。
そうだな。今アサルトライフこれ持ってんのか。かなり状態が悪い。ライトマシンガン。弓なぁ、微妙なんだよなぁ。でもまあ2よりマシか。アイテム交換、まあまあまあ今はいいでしょう。説得してくれ、戦士は役に立つ。よし、さてじゃあニューエデン行きましょうか。こっちね、違う違う、ファストトラベルができるんだ。いやー便利な世の中になったね。話忘れたな。なんか火を灯してこいって言われて灯してきたのは覚えてるが、なんか今カルトっていうかペギーたちを率いてるやつがいるっていうのも覚えてる。おう、開けろ。あれ、お前が自ら開けてくれるのかい。あ、違うな、この人じゃない。あれ、なんかお面かぶった人じゃなかったっけ前。あの者は不信任者であり、ん、不信任者はすなわち罪人なのだ。あの罪人は私たちの成果を灯したわ。ジョセフが、彼が罪を拭ってくれる。ファーザーは罪人を許すはずだ。罪人を北の地へ。家族たちよ、この罪人がファーザーの迎えとしてふさわしいと心から言えるか。ええ、間違いないわ。おい、お前ファーザーは人脈ない。我らは皆ファーザーの子供なのだ。何言ってんのお前。奇跡の準備を。ええ、奇跡を準備しましょう。奇跡をここへ。奇跡はファーザーが導いてくださった。この罪人が北の地へと赴き、ファーザーを呼び戻すだろう。お前言ってることさっきと違うぞ。何？何？これを飲めば教会を生きて越えられる。は？おいえ。ファーザーの死を証明し、私が預言者だと皆に理解させられたら、お前にも手を貸そう。おい、お前結局自分のことしか考えてねえじゃん。あー、道を示してやる。なんだこれ。あーあーあああ、キラキラ。あ、また変な薬もらえたわ。てかあいつなんかあれだね、みんなはファーザーのことまだファーザーファーザーって言ってるけど、あいつはファーザーじゃなくて俺を見ろ的な感じなんだねきっとね。はあ、なんだここ。うん、お、うわー、なんか目チカチカするな。あ、あ、あ、何持ったのお前。よく聞け。はい、遥か北にジョセフの聖地がある。ほいほい、そこへ行くには呪しをあげる儀式が必要だ。また煙。あの老いぼれが生きていてまだ見張ってるとは思えないが、火を灯さなければお前は死ぬことになる。何をさらっと。奇跡の加護があろうとも北の地は危険だからな。このボートと火を使うのが一番安全な生き方だ。離れるのはどうしても必要な時だけにしろ。はい、火屋で呪しをあげろ。ファーザーが死んだ証拠を持ち帰るんだぞ。そうすればお前は預言者の友人だと皆にも広めよう。行け、祝福とともに。なるほど。よいしょ、じゃあ借りるねこれ。よし、北へ移動する。はい、あー、ここファーザーのあれだね、あの教会があった場所だ。大丈夫かな。なんかあんまりあいつしっかりしてるとは言い難いんだけど、本当に大丈夫かな。実力あんのかなあいつ。
ション。期待。ホレーションも誰もいない、誰もいないな、本当に。私一人だ。怖え。誰にも内緒でお出かけなのようだ。はあ。よいしょ。もう遅いな、これ。もうちょっとスピード出ねえのかな。モーターボートじゃないから無理か。何にもいないけど、何にもいないのが逆に怖い。なんか話し声した今。何あれ、なんか煙上がってるよ。突っ込んでいいのかな。突っ込む。お、ファーザーいるんじゃない。煙は祝福から守ってくる。はい、煙は祝福から守ってくる。はい、煙、あ、でもこの辺も煙あるわ。どういうこと、どういうこと、なんで祝福守ってくれんの。よく意味がわからないけど。あー、狼鳴いてる。狼のろしをあげる。あげ、あ、あ、あっちょ、あっちょ、あっちょ、いや、あ、違う違う、これじゃない。待って待って待って、グレネード、これ届くのかな。はあ、届かねえわ。もうちょっと行かなきゃ。行け行け。ああ、上がってるわ。よ、やる。ゲートを開ける方法を見つける。まあ、とにかく今は祝福からは守られてるってことだな。こっちじゃねえのか、あっちか。よし。よし。どうせ反対側とかによ。こう、ねえの。うわ、痛い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 。やべえ。判定がえぐい。ニューエデンゲート南。はい、なんか、あ、違うな。キルとかそういうのかな。あ、いや、でもあそこ光ってんな。おー、ごめんなさい。え、違うな、行けってか。絶対、あ、ここには炎があるから痛くない。開けよう。開いたかな。 OK。 じゃあ、あとはまたボートに飛び乗って、よいしょ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 、すごいな。なんかこんなとこに本当にファーザーいんのかな。昔前のファークライ5だったらファーザーの姿は見たくなかったけど、今はファーザーの姿が恋しいわ。もうすげえ、すんごい綺麗、キラキラだ。よし。あら、やばくない？もう光ないよ。あー、光ないよ。あー、光ないよ。光がない。煙がないよ。大変だ。あー、大変だ。煙がないよ。のろしを上げなきゃ。よし。よし。もうさすがにあそこはね、多分無理。よいしょ。あ、いや、何持ってんの私。あ、バカ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 、1個無駄にした。
いやあれ、あ、火炎瓶ないじゃん、もうやべえな。あ、むしろ、むしろ、え、私さ、なんか発煙のなんか持ってなかったっけ。まあいいや、もううまくいかない、こんな世の中。じゃあ死んじゃう。オッケー。あれ、あ、これで帰れんのか。なるほどね。あ、炎つきましたね。なるほどなるほど。弓でも良いと。弓の方がいいよね。だって一直線に飛ぶもんな。よし、先進もう。おお、なんかあそこに光を灯すとこの辺も全部明かりがつくんだな。どういう仕組みなんだ。なんか狼めっちゃ泣いてますけど。やだやだ。あ、またまた。おお、ひどいじゃないのよ、もう。あそこにまたありますな。いけんじゃね、いけんじゃね、これもしかしてワンチャンさ。ほっ、あ、距離、距離が、あ、操縦もうちょっと、ごめんなさい、私全然ヘボヘボでした。へー、ゲホゲホ。この辺だったらいいでしょ。もうこの辺だったらさすがにヘボヘボでも、ほ、当たるわ。オッケー。あとは燃えるのを待つだけ。オッケー。よしよしよし。はあ、なんとかなった。はあ、死にそうだよ本当に。誰だこんな危ねえところに私を連れてきたやつは。そりゃ誰も行きたがらねえわ。あー、でもファード死んじゃったのかな、本当に。生きててほしいな。もうずっと北に移動してるよ。どこまで来てんだろうこれ。あー、また、あー、またお薬が。のろし左にあるな、あれ。あれ、のろしじゃねえのかな。あれ、のろしっぽいな。のろしっぽいけどキャンセルになんねえ。どうして。あ、なったなった、よかった。死んでしまうわ。あら、あら、あ、もうもうもう降りろってか、船を。よいしょ、よいしょ。あれ、乗れね。あれ、上がらないな。なんだよ、こんなとこから上がんなきゃいけないのかよ。よし、走れ私、風のようによっ。うん、ああ燃やせごいだそんなの。はい、なんか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 おかしい。痛い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 、こにゃろこにゃろこにゃろ、痛い痛い。お前らふざけんな、一緒に燃えちまえ。そうもいかねえか。あ、あ、あ、死んじゃう。あぶ、おら、お前、私にワンちゃんを攻撃させるといいのきょしてんじゃねえか。燃えてる、いろいろ、痛い痛い痛い。いやもう
ワンちゃんごめんね、ワンちゃんごめんね、熱々熱、ワンちゃんごめんね、あ、ワンちゃんごめんね、あと一体ごめんね。ちゃんと皮は持って帰るから、そしてお金に変える。玉に変わるんだっけ、何に変わるんか忘れちゃったわ。ちゃんと使うからね。よし、スプリング、ここまたあれだな、あの子と来ないと、ティンバー君と来ないと、あそこか、よっ、ブーゲンビーリーやお肉だった、お肉じゃないけどお肉、よいしょ。あれ、ゲート開いた、ああ、燃やさなきゃいけないのかな。あー、でも待って、戦士の弓がもうねえや、これじゃあダメ、ダメっぽいね。よいしょ、オッケー、また船で中入ってこなくちゃいけないのかな。ボートを操縦する、ここから水に、よいしょ、なんかいいのかな、川、すげえ、これこの煙多分祝福ですよね、恐ろしい恐ろしい、よし、よっこらしょ、よし、行くぞ、はあ、何もファーザーこんな、え、ああまた、あーまた、よいしょ、あー、ファーザー何もこんなところで知らなくたっていいじゃないか、よっ、どこまで行かせるんだよ、遠すぎだろう、あれ煙あるはずなのにダメージを受けているよ、なぜ、おう、ん、なんかさっきの島にもあったの、これ基地にも、おお、なんかちょっと狭まってきたぞ、いいよ、おお、危ね危ね、座礁する座礁する、船舶も免許を持ってないから、危ない危ない危ない、危ない危ない危ない、あー、また、あー、嘘、この辺何にもないじゃん、やばいね、これはもう勢いでいくしかない、ちょっと今乗り上げたよね、あー、まずい、死んでしまう死んでしまう、早く行かなければ、幻覚が見えてしまう、危ないお薬漬けになってしまう、変な耳鳴りもしてきた、危ない危ない、やばいやばい、ジョセフの聖地来た、早く早く、よいしょ、よいしょ、多分当たってる、当たってると信じていこう、当たってなくても前に行かないと、当たらない、そして当たってない、おいおいおい、さすがにちょっとそれはヌーブすぎるわ、おいや、キョ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 キ、やばい、私の命の灯火が、おお、わっ、びくしゃ、もうロゴにびっくりするわ、めっちゃ綺麗になったわ、世の周りが、世の中が綺麗になったわ、なんだここ、桜咲いてる、いやー、もういい花見のシーズンですからね、まだ早いか、あれ、あ、めっちゃ喜んで飛び込んだけどここから登れないわ、あ、めっちゃ綺麗、やっぱいいな、やっぱこういう世界がいいわ、え、なんだこりゃ、お肉、ライカン、あ、部品か、
ここなんだ？なんかいるのもしかして。お邪魔しまーす。あ、ファーザー。え、本物？求められれば何でもやった。帰り見なかった自分も家族も新たな世界へと進むために。名誉だと信じていた。だが違った。誰かが来るのをずっと待っていた。絶望の淵で。大丈夫？どうした？大丈夫か？君の顔を知っている。神が夢でおっしゃったのだ。君が物事を正してくれると。おう、あるべき形に戻してくれると。君が救済をもたらすと。私が君にできることは何もない。そんな。神にはできる。え？さあ、来なさい。はい。え、ってかあんた一緒に帰ってくんねえかな。あ、はい。あ、はい。お花見ですか、一緒に。めっちゃ綺麗なんだけど、ここ。ジョセフの秘密。ジョセフ本物？生きてたの？助けるために来たんだな。はい。いい心がけだ。え、なんかあれ、ジョセフ、え、生きてるわ。でもなんか雰囲気めっちゃ変わったな。炎による浄化の跡。あれ？入れ墨そんなんだっけ？我々の行くべき。もっとゴテゴテしてなかった？私はニューエデンに至るために何が必要かを悟った。裸足だし。人々が外に出るようになると。私は信者を集め新たな道へと導いた。うん。旧世界とつながりのあるものを拒絶せよ。新たな社会を創造し、大地の恵みから必要な分だけを取って生きるのだと。え、つまりは自給自足なの、ここで。大丈夫、蚊に食われない、その格好。厳しく暗い冬は私を絶望させた。だろうね。だがその絶望の中で救いを見つけた。それがこの木だ。どの木？この辺の木？ここに実る神の恵みが我が家族に飢餓と疫病に耐える強さを与えてくれた。ほー、一人なの？ニューエデンは栄えた。そうだね。我々は地上の楽園を築いた。だが平和は長続きしなかった。あのイナゴの群れが来たせいで。あ、いや、入れ墨消えてんだな、これ。ハイウェイマンは我々が拒絶してきたものを後だけがある。魂が腐り病んでいる。前からも見たい。だが君は、君は前もめっちゃシンプルになってる。君の魂には価値がある。背中凝った？ん？何あの壁画。あれ、ファーザーが描いたの？画伯じゃん。褒めてないぞ。何これ。ファーザー、ね、この絵何？クマ描いてあるよ、クマ。あれ、これ祝福が入ってた。ん？私が邪魔してたのか。ん？ん？なんだこれ。あ、さっきの桜の木のとこまで来たのか。
大丈夫落ちるなよ。これこそが君の助けとなる。ああ神の恵みだ。ずっと我が家族を支えてくれている。我が家族ってあんた以外どこにいるの？君に託そう。これリンゴの木なの？この奇跡を。え？最初にこの恵みを口にした時、はい、私は貪欲な獣と相対した。え、大丈夫？そのリンゴを食べても。自身とその瞬間、これに打ち勝つ者こそ神の恵みに値するのだと悟った。魂を清めなければ私はあの獣に食い尽くされていたことだろう。神の試練だ。わかった。いただきます。獣を倒すのだ。燃えてる燃えてる。私、どうなってんの？どうなってんの？君がやり遂げる。君の魂に汚れがなければ君は神に使わされた指導者ということだ。そうすれば私も戻れる。お、我らの奇跡は生き延びる助けになるが、無条件にその恩恵に預かれるわけではない。この奇跡は魂を糧とする。その魂が汚れているのであれば恐ろしい代償を生み出すことになるだろう。はい、生き残りたいのなら。なんだここ、また変な世界に来たの。おい、なんだここ。獣を見つける、獣を見つける。あれ、リカブ棒持ってる私。獣どこだよ。敵はどこだ。私の魂が汚れてるだって。弱り果てた時こそ好機だ。ほっ、いてー、一発がでかい。弱りかけた時が好機だ。待て、立ち上がろうとする獣を打ち倒せ。立ち上がろうとする獣。痛いです。やめて、ダメ。あたし落ち着いて、相手はクマだ、ただのクマ。そう、ああ、いやー、ちょっと、おクマさん、ちょっと、こんなのどうやって勝てっていうのよ。おかしいでしょ。立ち上がろうとする獣を打ち倒せ。いや、立ち上がろうとって全然、あの立ち上がるどころかなんですけど、その辺はいかがお考えで。危ない、私立ち止まってはいけない。ジップライン使うって出るけどさ、どこに行くのよって話よね。大丈夫、でも走ってるだけでも回復はできるな。何につまずくんだあいつ。危ねえ。
危ない危ない、ちょっと待って、あは、いて、全然だよ、全然じゃん、誰だよ、立ち回ろうとする。あは、え、そういうのって物理的な話じゃなくて、なんか、あ、あは、あ、だ、やめて、ダメ、ダメ、獣強いんですけど、あれが私の中の獣？めちゃくちゃ強いじゃん。ってことは私最強ってこと？そういう解釈で OK？ 全然効かねえ。全然効かねえでやんの。よいしょ。あー怖っ。あはー。よいしょ。なんか、もう分かんないんだけど。わかんないよ、わかんない。どうしたらいいの？何か絶対あるはずなの。倒す方法があるはずなの、絶対。よいしょ。考えろ、考えろ。何か絶対あるの。絶対あるのよ。私これさ、反対回りなんじゃない？もしかして。よいしょ、よいしょ、いやいやいや、クマめっちゃ速いんだけど、クマを見つけるって書いてんだけど、クマも見つかってんだけど、見つかって襲われてんだけど、ほっ、あ、くっそ、ほっ、あ、どこに当たったの今、痛い、ごめんなさい、ノーコンです。よいしょ。おお。当たんねえ、当たんねえ、当たんないよねー。てい。なんなんだ。立ち上がろうとする。おいてい。私が立ち上がんなきゃいけないってまず。どうしよう。あ、痛い痛い痛い、ちょっとちょっと。あっち行ってて。いろんなとこ矢刺さってんですけど、あの子痛くないのかな。あ、ジップライン使えなかった、使えた。痛くないのかな。痛、もう私が痛いわ。めっちゃ後ろいるじゃん、ジップライン関係ないじゃん。ワープしてくるんですけど、ワープ、ハウトゥーワープ。よし、ほらめっちゃ近いんだけど、いつもおかしいよね。今あなたのとこまで How to walk。 いやおかしいな、おかしいな。お前めちゃくちゃ硬いじゃん。でお腹が弱点とかそういうオチかな、やっぱ当たり判定みたいなさ。いや、そういうわけでもなさそう。痛い、危ない。よし、私何も持ってないよな。え、いて、あ、でもなんか赤いぞ、お腹が赤い、なんでだろう。いてえな。よいしょ、お腹が赤い理由は何なんだ。立ち上がろうとってそういうことか。あてててて、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 ちょっと立ち上がってみなさいよ、お腹見せてごらんなさいよ。見せやがれね、こいつ。なんだ、離れた時に、うわあ、よいしょ、よいしょ、あ、もううまく使えない、初心者すぎる。よいしょ。立ち上がろうとする獣を打ち倒せ。立ち上がろうとしないんですけど、あの子。危ねえ危ねえ、熱熱熱熱。よいしょ。なんとなく分かった、やらなきゃいけないことは。だからあいつ立ち上がらねえ。もう、あ、痛い痛い痛い。よいしょ。
ちょっと立ってみなさいよあんた。オーケー、そこだ。オーケー、わかった。わかったけどよ、立ち上がる理由がわからん。おい、なんか消えた。なんだ。暗闇の中で内なる獣と戦うことはできない。なんだと。なんで暗いとダメなの。やめてやめて、ダメだって。今ダメなんでしょ、今ダメなタイムだって。ほっ、あーあ、あいた。ちょっとあっち行ってなさい。よいしょ、ほっ、オッケー。だー、軽い。わ、100本手に入れた、ありがとう。お腹を見せるの、いいお腹だね。おお、さあお腹見せて。見せへんのかい。ちょっとお腹見せてよ。お腹見せて。あなた見せない。見せないだと。お腹見せて。お腹見せて。あー、はー、いいお腹だったのに。よいしょ、お腹見せて。お腹見せてくんなきゃ。いや、あーぷ、お腹だよ、お腹。お腹見せて。あー、みうー、話を聞かねえこいつ。痛いよあんたは、まったくもう。あっ、くっそー、いいお腹だったのに。あいた、危ない危ない。お腹見せて。はい、あー、うっそー。まただよね、多分光が消えちゃうんだね、多分ね。炎が魂を浄化する。ほっ、うわー、出やがったよ。あぶねー、あったい。あっち行って、あっち行って。今明かり灯してるから、明かりがないと不安だよね。ほっ、あとはあれか。ほっ、上がったよね。オッケー、さあ勝負だ。君の中を駆け巡る力を解き放て。解き放て、何これ。本当に解き放ってるよ。なんだこれ。え、なんか早くなった。あれ、待て、おい、フィストになったぞ完全に。あぶね、もう弓関係ねえ。ほらって、やっ、おい、やっ、はっ、あれ、どういうことって。いやー、つえー、最強説。あぶな、あぶな、あぶな。って、やー、何この拳と拳の戦い。で、いや、いや、待って、もう関係ねえ、もう関係ねえ。関係ねえじゃん、もうお腹とか。どうなってんだよ、最後完全にストファイだったぞ。これが私がここにいる理由だ。どういうことだ。家族の中にこの奇跡を手にしてはならない者がいる。はあ。たとえ愛する者、家族であってもだ。罪とは獣。獣に餌を与えてはならない。相変わらず意味がわからん。家族でつ…ん？ああ、おはようございます。君こそが導き手だ。共に行こう。
ニューエデンに。あ、本当にありがとう。